目白駆動車小野でございます。ホンダフィットでございます。平成13年12月初年度登録の15万2800キロでございます。すごく調子いいです。CVT の方ジャダーとかも出てたみたいで、その辺もディーラーさんでやってもらったみたいで、出だしもスムーズに出ていきます。もう決まりみたいな感じで前期は言われてますが、です。ナビとETC はつきません。シガーソケットで電源取って今使ってるだけですので、 CD です。ラジオいつまでも変わらぬ愛をリクエストにお答えしました。はい、成城佐藤でございます。まあ、大きく不具合になるところというのは基本的になくてですね、エンジンスターターのリモコンがついてますが、スターターがないぐらいでしょうか。とにかく快適に走れております。冬タイヤと夏タイヤ両方ございます。冬タイヤの方は年式が古いです。ただ山はあります。十分あります。要は硬くなってるということですね。普通よりはなってると思います。快適です。無事故実走行の 4WD の車両でございます。もう全然ストレス感じないですね。エアコンの冷え方もバッチリでございますね。もうかなりしっかり寒いぐらいに冷えております。本日6月26日ぐらいでしょうかね。東京の江戸川区周辺を走っております。今から千葉に向かうところですが、まあ、調子いいですね。大きく今後のメンテで出てくる部分は少ないと思いますが、内外装を説明しますが、こちらは私が4年前でしょうかね、販売させていただいた車両なんですけども、サビがあります。東北の岩手で使われていた車両です。ドアの下のあたりっていうんですかね、とかのサビと、あと、まあ、下回りはもともとちょっとサビがあったんですけども、大きく、まあ、走りに影響してることはございませんので、下回り車種ブラックでも拭いとけば今後も安心かなという部分でありますが、今回は現状で激安で販売でございます。車検26年12月15日までありますので、現在ですと約1年半近く残っているというすごくお得な流れでございます。今年度の自動車税も込みでのこの提供の価格ですので、この価格って言って後で値段を変えるために言ってるだけなんですけども、そんな感じでハンドルの直進性も十分でございますし、いい感じでございますね。後ろの方ももちろん使用感とかですねございますが、大きく加損してる。リアのハッチの小さいへこみぐらいですかね、目処ちょっと分かるかなっていうのは、あとはバッチリでございます。ご検討くださいませ。目白自動車小野でございました。